うららチャンネル。Hello, how are you doing? Yes, you are good. Me? I'm fine, thank you. How old are you? Oh, younger. I'm old man.Uncle Ulala, 49 years old. Today's video is ear cleaning. Okay. こんにちは。今日もうららチャンネルに来てくれてありがとうございます。最近は結構耳かきと雑談動画撮ることができて嬉しいです。昨日はね、俺夜9時ぐらいに寝ちゃって、起きたら朝の5時半で、家族が寝てる間に金魚の水槽の掃除がっちりやって、で今は何時だ、もうすぐ11時になります。外では子供たちが公園で大きな声で遊んだりとか、そんな音がもしかしたらレコーディング中に入るかもしれないです。で、音、さっきまでまた動画の編集をしてたんだけど、音をモニタリングするときに俺が使うヘッドホンっていうのが、これなんだけどね、このヘッドホン聞きながら、これでモニタリングしながらバイノーラルサウンドの編集をしてるんだけど、すごく音の解像度が高いんですよ。これソニーの MDR-D の37777っていうやつなんですけど、値段はちょっと高かったんだけど、もうそうね、7、8年使ってるかな。音楽を聴くというよりも、音の編集の時にいつも使うやつかな。そうこういう話をしてると耳かき忘れちゃうから。じゃあまたブラック綿棒で耳かきやりますね。うちの金魚2匹いるんだけど、1匹目のでかい金魚はもうすぐ4年目になるのかな。何回か病気になったけど、うまく立ち直ってくれて
みんなの目を楽しませてくれて、ちっちゃい方の金魚ももう2年半3年になるのか、まあ、2匹で仲良く水槽の中で暮らしてくれてます。で、最初はね1匹だったんだけど、でそれ過去に YouTube で動画出してるんだけど、その時にね、その YouTube でいつもコメントをくれてる友人から英語で、1匹だと金魚寂しそうだねっていうそんなコメントが来てて、で俺自身もしばらく考えて、ああそうだな、ちょっと寂しそうかもななんて思ってね。で、新しい金魚を一匹入れたのね。でもその時さ、一番最初の金魚がかなり大きく成長しちゃったんで、2匹目入れた時にまだちっちゃい金魚だったから、水槽に入れた時に最初は怖がってて、水槽の中の水のブクブクの横にずっと隠れててさ、その姿にちょっと心配だったのと、ちょっと微笑ましかったのと、そんな思い出があります。で最初のうちはね、あんまし2匹で仲良く活動はしなかったんだけど、今は本当仲良しだね。だんだんやっぱり金魚の中でもいろんな縄張りとかテリトリーとかあるんだろうね。で本当は2匹とか3匹4匹でその複数金魚を飼うときは一度に飼った方がいいらしいね。後から入れるとよそ者扱いみたいになっちゃうらしいから。ガキの頃にもね、熱帯魚とか飼うのがすごい好きでね、結構飼ってたな。でも熱帯魚だと水の温度とか水質の管理が結構大変なので、今は金魚にしてます。たまにぼーっと金魚眺めてんの気持ちいいんだ。で、うちのかみさんの実家の方にもペットがいて、それが子猫なんだけどね、それも動画に出してトラって言うんだけど、その名前は俺がつけたんだけどさ、最初なんかいろんな候補があったんだよな、忘れちゃった。名前はトラです。
今右左を少し短めのスパンでチャッ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 と綺麗にしていきましょう。もうすぐハロウィンだけど、みんな仮装したりすんのかな。ハロウィン動画は今編集中だからちょっとね、音がね大きめかも。もし見てくれる方がいたらボリューム自分で好きな大きさに調整してくださいね。お、外で公園で遊んでる子供たちの元気な声がすんごい聞こえる。マイクにも入るかな。やっぱり大人になっても子供心っていうのは消えるわけではなくて、いつも隠れてるんだよね。時にその子供心が たくさん出てきて、大人になってもね。で、そんな時もやっぱりすごい楽しいことがたくさんあってさ、本当はさ、大人、子供って尺度、物差しに過ぎないんだよね。古い、新しいっていうのも尺度、物差しに過ぎないんだよね。古い、新しい、個々の価値観でそんなものみんな違うもんね。尺度に過ぎない、そんでもって進化も退化も実は尺度に過ぎなくて、本当は変化しかないんじゃないかなって思う時があるんだ。進化、退化、古い、新しい、そんな尺度の中で惑わされずに生きていきたいなって思うんだ。もう一本今度出そう。恒例の両方耳かきが始まるから。年齢、実はそれも古い新しいがなくて単なる尺度に過ぎない。俺今49歳だけど、きっと気持ちは
10歳ぐらいなんじゃないのかな、なんてね思ったり。じゃあ両耳いくよ。新鮮に感じるもの、古く感じるもの、昔からあってもいつも新鮮に感じるもの、そこにあっても気づかず忘れているもの、環境の変化、心の変化、言葉の変化、物質の変化、物が生まれ、物が腐る、いや、それも大きく見れば変化に過ぎない。常に常に変化してる。楽しいことでも悲しいことでも嬉しいことでも痛みも常に変化する。だから何も心配はいらない。そんなことも ピカになったね。今日も来てくれて本当にどうもありがとう。またミステリアスな感じ、ちょっと意味不明でありそうなアーティスティックな作品をまたいろいろ作っていきたいと思います。で、耳かきと雑談も、やめてほしくないっていうすげえ嬉しいコメントもあって、まだもうちょい続けていくよ。どうもありがとうね。また会いましょう。今日もいい夢が見れるといいね。良い夢を。おやすみなさい。